今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。宇多田ヒカルさんが3日、第一子となる男の子を出産したことを自身の公式サイトで発表しました。昨年5月以来初めて更新されたメッセージでの報告で、支えてくれたたくさんの人、寄り添ってくれた人、父と母に改めてありがとうと言いたいですと感謝の言葉を綴っています。宇多田さんは2002年9月に映画監督の桐谷和明氏と結婚しましたが、2007年に離婚。昨年2月にイタリア人男性フランチェスコ・カリアーノ氏と結婚しています。タレントの石田純一さんが2日都内で行われたイベントに出席。娘でタレントのすみれさんがハリウッドデビューすることについて聞かれると、どこにいても一番応援しているからねって伝えましたと愛する娘へのエールを送りました。拠点をアメリカに移す予定のすみれさん、父として心配な部分もあるようですが、結果はどうであれ一生懸命頑張ってほしい、これからですと語りました。諫山はじめ氏の人気漫画を実写映画化した進撃の巨人アタックオンタイタンの完成報告会が2日、撮影地の一つである軍艦島で行われました。原作者の諫山氏も映画を見た感想を文書で寄せ、映画化は原作を再現することではなく、面白い作品を作ることが目的であるべきだと思っています、そしてそれはこの映画で達成されたのではないかと思っていますと絶賛。これにはキャスト陣も監督も感激の様子。前編進撃の巨人アタックオンタイタンは8月1日、後編進撃の巨人アタックオンタイタンエンドオブザワールドは9月19日公開です。モデルの藤井里奈さんが2日、自身の誕生日と個人事務所設立3周年記念イベントを開催。今年で31歳を迎えた藤井さん、結婚や恋愛はどうかと聞かれると、至急相手を探しています、30歳に間に合わなかったのでここ何年かでしたいですと熱望。子供は選べるとしたら最初は女の子がいい、自分が長女なので産めるだけ欲しいと意欲を見せていました。こんなこと言ったら男の人殺到するんじゃないですかね。最後はこちら、お笑いコンビ次長課長の河本純一さんが3日、ミュージカル歌カフェ初日前に報道陣の取材に応じました。河本さんは持ちネタのお前に食わせるタンメンはねえを、演出の人にこれだけはアドリブに入れるのはやめろって言われたとタンメン封じの命を受けたことを明かしました。入れる機会は少ないけど1日1箇所アドリブを全部変えますと宣言。楽しみですね。以上今日の芸能ニュースでした。また来週。